Slides are in English, that's also fine. Yeah. We can adapt. じゃあ、今日はですね、第5回かな、CSL の、茂木健一郎さんに、来てもらって話してもらいたいと思います。茂木さんとは、10年くらいの付き合いなんですが、もうちょっとかな、いつもその、まあ、交流みたいな問題を最初に日本に、広げた人として有名です。今日のレクチャーは何になるか分かりませんが、もしかすると講義は英語かもしれないので、もし分からない場合は途中で、そうそう、質問は日本語の英語でつけて。How can I see your own phone? これプロジェクターどうやってつけるの？ああ、ごめんごめん。ごめん。また赤になってる。90分やって10分休んで90分。いつまで、何時までやるの？スケジュールは？Yeah, usually you have 90 minutes, 10 minutes. Okay. Yeah, okay. Then what happened? Still doesn't come. You want to come? You should come. Come? There's no light. There's no light? Before we do that. We don't. これでもさ、赤、緑なんだ、違うんじゃない？そうそう、これでいいかと思って、ちょっと待って。あ、これか。あ、違う。Now there's no light. Okay. これかも、これ。ちょっとあんまり押さないよ。ノイズからじゃないと。え？ノイズキ。パラレルに来ない。つける？ It's blinking now. Don't touch. It's blinking. It's warming up. パラレルに。OK。いや、カメラで。どんな姿勢？ね、漫才って漫才。マイっても来ないね。あ、来た、来てる、来てる。見えますか、もう一つ。ちょっと腰めちゃう。あんまり暗くしてる。これくらいの明るさでいいの？うん。まあ、だんだん明るくなるよ。こんにちは。年に1回のこの駒場の授業をね、私も楽しみにしてまして。池上先生は、あ最近、とても有名になって、楽勝学問っていう、番組出て昔のガールフレンドからたくさんメールが来たそうです。それで、今日はでコンディションズ弁ということでお話するんですけど、なんか授業の準備始めたらいろいろやりたいことができたんだけど、できなくてあんまり時間がなくて、だけど、まあ、将来こういうことを方向にやっていきたいっていうようなことのスタートラインをちょっとお話していきたいなと思うんですが、でまあ分かんないですけどね、まあ特にこの大学生の人たち、so for those guys who are enrolled as current students here, I think you should really consider seriously your language policy, so to speak. I can't say that I am doing my best in the English domain. Of course I'm writing papers, but the Japanese academic society has been kind of an academic hole. I mean black hole. I mean.Information goes in, but no information goes out and comes out. I'm kind of fed up with the Japanese language domain. I mean, what the quality of discussions and so on. And so, you guys should really consider seriously doing things in English, which is a kind of lingua franca today. I'm saying this every year, actually. But I think that there's a added urgency nowadays because, for example, Chinese people, I mean, China, you shouldn't forget that China has Hong Kong and Singapore and, these places, people are bilingual more or less, and whereas
I understand that here in this university it's not the case. I mean, you guys are pretty good at English, but you don't actually use it as your kind of a language of the, in which you build up your career. I mean, あのね、まあいいや、あの、で、俺はちょっともうずっとそのことを考えてて、で、まあ頑張りますわ、俺も。だから君たちも頑張ってね。だから今日のパワーパワー全部、あのね、なんていうかな、どうしてこういうことを言うかっていうと、例えばあの、そうだよな、青色ダイオードを作ったりとかさ、あるいは高温超伝導物質を作るとか、これはもうできた物が語るわけよ。わかる。これは池上なんかもおそらく考えたことだと思うんだけど、ところがその池上を問題にしているような認知科学とかさ、脳科学っていうのはもっと総合的なものなわけ。つまりなんていうのかな、トータルなプレゼンテーションができないと役に立たないんだよ。例えばいいペーパーを書いたってだけではそのダメで、一つの世界観を提示しなくちゃいけないんだよね、この分野って。ね、高橋、そうだよね。で、そういう分野ってさ、すごくなんか日本人が今まであんまりコントリビューションできてないんですよ。それなぜかというと、やっぱり英語を真剣にやってないっていうか、必死になってやってないっていうことなんですよ。お前ら英語できるのは分かるんだけど、その程度じゃダメなんだよ。ちょっとうまくいないんだけど、あの、例えばさ、リチャード・ドーキンスとかさ、あとスティーブン・ピンカーだとかさ、ああいうレベルの、あるいはダニエル・デネットとかさ、ここにダニエル・デネットの本もありますけど、フリーダム・イボーブスっていう、彼らは別になんか日本人のアカデミックがやってることに比べてそれほど強烈に独創的なことをやってるってわけではないと俺は思ってるんです。頭のいいやつって日本人にもいるし、ただなんかその日本人のその総合的なアクティビティってのは見えてこないんですよ。だからね、あの、まあ俺自分でやれって言えばその通りで自分でやるんだけどさ、あの、勝手にやるんだけど、それだけやっぱりなんかみんなでやっぱりコレクティブにやらないとやっぱりこういうことって変わらないので、もうね、これやっぱりこの5年ぐらいずっと言ってきてるんですけど、やっぱりなんかその緊急度は増してきてるような気がしますけどね。まあいいや、それがちょっとまあ、さっきなんか俺あそこのなんか裏口から入ってさ、あそこ通ってさ、なんかこういうあの教室で授業を受けてるやつらがいて、なんか自分の昔を思い出して、やっぱりなんか情けねえなと思ったの、学生の時って。いや、悪い意味で言ってんじゃないんだよ。でもやっぱりなんかね、そのすごいなんかまだ先が長いってことをちゃんと理解してほしいというか、長いよ先って。俺だってまだひよっこみたいなもんだから、あの、まあいいや。それでですね、何の話をしたんですか。まあ、脳科学の話をするんですが、僕はあの他のこのオムニバスの人たちと必ずしもあの立場が同じではなくて、今の脳科学と認知科学の方法論には深刻なあの限界があると思っています。で、これあのピーター・ブリューゲルのアルケミストっていう、まあ、図なんですけども、ある体験の中にいるときってのはその体験の限界にはなかなか気づかないものなんですよね。で、このアルケミストたちは例えば現代科学に、現代の化学に通じるようなさまざまなテクニックを、まあ、発達させたんですけども、その肝心の例えば菌がどのようにできるのかとか、その原子核変換のメカニズムっていったら彼らは理解してなかったわけですよ。つまり第一原理が理解できなかったわけなんですね。で、同じことは、その脳科学者にも言えるわけで、脳科学は、その意識が生み出される、第一原理を全く理解しないままにやってるわけです。それは事実なんです。で、その意識を生み出す第一原理ってとても難しくて、とてもなんていうか、どうやったらいいか、まあ、とにかく見当もつかないような話なんですが、僕はやっぱりそれ以外に、現代の人類にとって史的な課題として興味深いものはないと言い切ってもいいぐらい重大な問題だと思っています。まあ立場が違えば当然意見も違うんで、それと違う意見を持っている人はいてもいいかもしれないけども、僕はそう思っていて、で、ですから脳科学は今あの私もここにも何人か学生が来ていて、あの元学生も来ていて、それであの一緒に研究してるんですけども、非常にあの、まあ、後ほどちょっと触れますけども、素晴らしい発展をいろいろ遂げながら、しかし、基本的にはその かつていた錬金術者たちと同じような状況にあるというふうに思ってたわけですね。